はい、格闘タクニュースゾウの雑白です。今回は UFC288 アルジャミン・スターリング VS ヘンリー・セフードの戦いです。アルジャミン・スターリングはもうチャンピオンになってから無敗の盤石なチャンピオンで、レスリングベースで170センチ、リーチ180センチと非常に恵まれた体格を持っています。そしてヘンリー・セフードは3クラウン金メダリストでありバンタム級フライ級2階級王者というレジェンドです。今回久しぶりの復帰となります。ただ身長162センチ、リーチ162センチとオギチャレル体型、レゴブロック体型ですので、このフレーム差がキーポイントになるかもしれません。まず1ラウンド入りました。オーソドックスの2人です。プレッシャーかけるアルジャミン、ミドルを打っていくアルジャミン、そしてヘンリー・セフードはやはり少しリーチが少ないので、短いのでカーフなど、あとカウンター待ちで組み立てていきます。そしてプレッシャーをかけアルジャメインが蹴りを打ったところに蹴りをキャッチし、あっさりとテイクダウンに成功したセフードです。ただテイクダウンしてからもすぐにアルジャメインは立ちます。この展開を見る限りヘンリー・セフード強しの印象が一番最初に印象づきました。ただプレッシャーをかけるアルジャメイン、パンチミドルなどで、いわゆるミドルレンジ、ジャブ、ストレート、ミドルキック、ローなど少し遠い距離で打撃をコントロールします。どうしてもリーチの短いセフードはカーフやカウンター待ちのパンチ、もしくは一気に前に出るパンチぐらいしか打てません。そんな中四つ組みになり、ガブリの状態から、そんな中ガブリの状態で逆にアルジョの方が膝を当ててバック狙い、そして膝などを打っていきました。1ラウンドどうしてもリーチの差が出た打撃戦でアルジョが上回りました。ただ綺麗なテイクダウンを見せたセフードも健闘したと言えます。ラウンド的には終盤の四つのバック狙いからの膝などを当てたアルジョのラウンドでしょう。そして2ラウンド、左ミドルジャブ、長い距離を打つアルジョ、そしてセフードはカーフ狙いです。カーフを狙い、カーフを見せてからのハイなどを打っていきます。ただどうしてもリーチ差があり、カウンターとカーフしか狙えないセフードです。そんな中スイッチをしながらアルジョの方はジャブ、ミドル、ストレートを打っていきます。そして3分過ぎにテイクダウンに行くのですが、アルジョは失敗します。ただ長い距離をキープし打撃でコントロールしていきます。どうしてもスイッチをされるとセフード的にもなかなかテイクダウンにも行けず、テイクダウン行ったとしても四つ組みはアルジョは非常に強いので攻め手にかきます。そして攻め手にかけるので組まずに蹴り合い、打撃戦が続きます。まあ、2ラウンドも距離をちゃんと遠いところから攻めたアルジョの方が上回ったと言えるでしょう。次に3ラウンド目、同じようにミドルとローを打つアルジョですが、やはりセフード、ここでラウンド取れないといけないのでプレッシャーをかけるセフードです。ミドル、膝、テイクダウン、ガブリなど積極的に攻めていきます。そしてアルジョはもう同じようにスイッチしながらカーフ、ミドル、そしてテイクダウンもたまに織り交ぜていきます。そんな中右フックを当てるセフード、ただこの右フック奥手のパンチに合わせてテイクダウン狙いのアルジョです。でテイクダウンを狙い、バックを狙い、そこからアルジョの得意なバック狙いからの膝などを打っていきます。そしてまたスタンドに戻り、そのまま同じような展開が続き、テイクダウンに行くアルジョ、ガブル、セフード、ガブの状態ではセフードの方が有利にはなっていきます。そんな中ワンツーを打ってテイクダウン狙うのですが、逆にアルジョが失敗しテイクダウンに成功したのがセフードです。ただ成功したもののそこからの展開はなかったラウンドでした。3ラウンド、やはりアグレッシブさはアルジョなんですが、綺麗なクリーンテイクダウンを取ったセフードも優に進めた部分もありました。これは難しいラウンドでセフードについても問題ないでしょう。そして4ラウンド目、ここでまた同じようなカーフ、カーフ、スイッチで長い距離で戦うアルジョ、そしてセフードはラウンド取らないといけないのでプレッシャーをかけつつカーフ、プレッシャーカーフ、そしてテイクダウン狙いの時に膝を当てる攻撃を徹底します。まあ同じような展開でカーフ、ミドル、ジャブ、スイッチしての左オーバーハンドなどを打っていく長い距離を使うアルジョ、そしてカウンター狙い、パンチの連打でどうにかしてテイクダウンしたいセフードの戦いです。ただテイクダウンも時折混ぜるアルジョ、そしてそのテイクダウンを阻止しガブリで有利に立つセフードのラウンドです。ただ正直4ラウンドは少しアルジョのアグレッシブさがなくなってきたのでセフード動画押してきたかもしれません。まあ、難しいところですが、こちらはまあややアルジョぐらいだと思います。これで3対1です。セフードは5ラウンド取らないと勝てません。5ラウンド1本が KO じゃないと勝てません。そしてもうアルジョとしては勝ったのが分かったので、3ラウンド取ったので5ラウンドはもうサークリングサークリングで距離を取ってたまにカーフキックで逃げろ逃げろ逃げで逃げながら打撃を当てていきます。正直自分で KO を狙った打撃さえ打たなければカウンターで KO を負けすることはない。そしてあとはテイクダウンされてつけられてパウンドアウトされることがなければもう負けることはないので、アルジョはどんどんサークリングしていきます。そこでプレッシャーかけミドル、プレッシャー、カーフ、膝などを打っていくセフードですが、結局決定打にかけ
最後にアルジョの蹴り足を取ってテイクダウンするのですが、すぐに立たれてしまいます。そんな中5ラウンドはもちろん逃げたアルジョですので、セフーダが取りました。まあ僕的にはラウンド3対2でアルジョが勝ったと思いました。ただ判定になったところ2-1でアルジョの勝利だったようです。これからアルジョはオマーリーに勝てば今度フェザー級に行くそうですので、フェザー級でボルガノフスキーと見てみたいものです。以上となります。ご視聴ありがとうございました。今日も10時からライブ配信しますのでご覧ください。それではさよなら。